何これ、何、はい、これはね、おそらくは寄生蜂の繭ですね。これ蜂に寄生されてたんですね。一日置いてたらね、繭が外れてしまいました。これ、この繭がね、外れてケースの中に落ちてたんですよ。で、繭が外れまして、まだピンピンしてますね。この子はまだピンピンしてます。どうでしょうね、このまま餌を与え続けたら無事サナギになれるんでしょうか。ちょっとね、もう少しね、この子育ててみようと思います。こっちの繭もね、少し置いてみましょうか。どんな虫が出てくるのか気になりますからね。ね、どんな寄生虫が出てくるんでしょう。楽しみですね。どうも、生物観察の鬼です。こちらに映っているのは、セスジスズメの幼虫ですね。先日寄生虫に寄生されて繭を作られてた幼虫ですね。あの後ね、放置してた繭がね、落ちてしまいまして、寄生蜂の繭を発見してからもう1週間ぐらい経ったんですけれどもね、未だにね、ちっちゃいまんまなんですよ。全然ね、大きさは変わってません。このようにちっちゃいまんまでね、一応生きてはいるんですけれども、多分ね、あんまり餌を取ってないんじゃないでしょうか。多分寄生されると成長が阻害されてしまうんじゃないでしょうか。全くね、大きくなっている形跡がありませんね。餌を食べているところもね、見かけませんからね。もしかしたらね、もうダメかもしれないですね、この子は。一応ね、最後まで面倒は見てあげようと思いますけれども、どうやら寄生蜂に寄生されると、成長に著しい悪影響が出るというのは間違いなさそうです。この子はね、まだ継続して観察していきましょう。この後どうなるのかね、サナギになれるのか、それともサナギになれずに近づけて死んでしまうのかね、ちょっとね、その行く末は見守っていこうと思います。寄生蜂の繭も、隔離して放置してたんですけども、気がつきましたら、このようにね、眉の先がパカッとね、割れて、先がね、このように取れて落ちてますよね。そして、中に、何やら抜け殻のようなものが詰まってますね。あれ、サナギの抜け殻ですね、中で。中にサナギが入ってて、そのサナギがね、羽化して、その抜け殻がね、眉の奥の方にこびりついてますね。そして、羽化して出てきたのが、これですね。これ。これがね、寄生蜂の正体です。これがスズメガの幼虫に寄生していた寄生蜂の正体ですね。触角が長いですね。寄生蜂、このようにね、手で持ってみても別に刺す素振りは見せませんね。これね、間違いなく蜂の仲間なんですけれども、このようにね、持っても、刺されることはありませんね。オスなんでしょうか。で、この蜂ね、全然刺さないんですよね。ほら、ツンツンってやって、全然刺さないんですよ。オスなんでしょうかね、この長い触角を持ってるということは。オスなのかもしれないですね。刺さないっていうことはね。寄生蜂のメスにも産卵管がありますから、多分ね、刺すと思うんですよ。聖望とかね、ああいう系の寄生蜂は刺しますんでね。おそらくね、この種類もメスは刺すと思うんですけれども、どうもね、この個体は刺しませんから、これオスの可能性が高いですね。なかなかいい色をしてますね、これ。ね、良くないですか、ほら。なかなか可愛いですね、寄生蜂も、ほら。見てください。じっくり見て、ぼやたち。これがね、腹ペコイモムシに寄生していた、寄生蜂の正体です。こんなんが寄生してたんですね。こんなんだったんですね、正体は。これ、立派な成虫ですよ。ほら、ちょっと顔が小さいですね。おそらく、こういうね、寄生系の蜂は、もうね、成虫何も食べずに交尾だけして、で、メスは卵を産んで、オスは交尾が終わったらね、死んでしまうっていうようなね、ライフサイクルだと思うので、でね、口も何もないんだと思いますけどね。ほーら、じっくり見てごらん、坊やたち。これがね、寄生蜂ですよ、寄生蜂。ほーら。ほら、こんなドアップで寄生蜂見たことある？ほら。ね。かっこいいですね。こんなんなんですよ、正体は。なかなかね、足はがっちりしてますね。後ろ足はがっちりしてて、前足、中足はちょっと貧弱ですね。で、そしてね、やっぱ蜂の仲間なんで、羽が4枚ありますね。羽が4枚、2対ありますので、これはね、蜂の仲間であることがわかります。これね、寄生蜂だったら羽が2枚しかないんです。でもこれ4枚ありますよね。4枚あるんでね、これは蜂の仲間ですね。何蜂かな？ちょっと種類はね、寄生蜂よくわかんないんですけども。まあでもね、こんなんがいるんですよ。スズメガイね。スズメガイに寄生する蜂の仲間が。ね。毒針を出す素振りを見せませんから、これはね、毒針がないんでしょうね、この個体は。あー、すごい。やりました、皆さん。寄生蜂がね、出てきましたよ。というわけで、この子に寄生していた寄生虫の正体は、これですね。寄生蜂だったんですね。これがね、君に寄生していた蜂さんですよ。ほーら、じっくり見て。
まあ、多分ね視覚がほとんどないんでね分かんないでしょうけども、まあね、じっくり見てください。ほらほら、危ない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 。これね多分ねこの子のお母さんがこのバブちゃんに卵を産みつけたんですね。で成長が早いんですね。多分バブちゃんから栄養を摂取してすぐに大きくなって、で繭になっちゃうんですよね。うわーえぐ。この寄生バチはこの芋虫を捕まえてきた場所に逃がしてあげようと思います。この子一匹だけだと子孫は絶対残せないので、まあ、せめてね子孫を残すチャンスを与えてあげようということで、この子はねこの芋虫ちゃんを捕まえた場所に逃がしてきます。皆さん勉強になりましたね。芋虫にはねこんなものがね寄生してるわけですね。こんなのがねやばいね。これなんかこうやって見ると可愛いね、触覚がほらね。蜂の仲間にはこんなんもいるんですね。皆さん勉強になりましたね。これ学校の先生ね、これ全然ね教材として使っていただいて構いませんので、全然ねその授業中にね教材として上映していただいても構いません。広告が流れるのはねちょっと勘弁してもらいたいんですけどもね、広告が流れるのはねこれ私がね生活のためにやってることですので、まあ、そこはねご理解ご協力お願いしたいんですけどもね、全然ねもう教材としてご活用いただく分にはね私全然ねもう著作権とか気にしませんので、それではね今からこのハチちゃんをこのイモムシちゃんを捕まえた場所に逃がしてきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。